もくもくもっくん。寒い日が続いているけど、みんな元気？今月もおすすめ食材を紹介するね。1月のおすすめ食材はほうれん草。僕、好き嫌いはない方だけど、夜ご飯がほうれん草だとテンションがあまり上がらないんだよな。栄養たっぷりなのは分かってるんだけど、いつもの本で調べてみよう。ほうれん草の美味しい食べ方と、とりあえずは基本のおひたしだね。なになに？まずは下ごしらえをしっかりしましょう。丸1、根元に十字に1から2センチの切り込みを入れ、ボウルに水をためながら流水の下で振り洗います。切り込みを入れると土が取りやすく、加熱ムラを防いで熱の通りも早いんだって。丸2、大きめの鍋で沸騰したお湯に 1% の濃度の塩を加え、葉の方を手で持ったまま根元だけ20から30秒お湯に入れて、葉も入れたら箸で上下を返しながら1分ほど茹でます。丸3、葉がしんなりして鮮やかな緑色になったら、冷水にとって流水にさらします。茹でる前に冷水を準備しておくと、食感がよく仕上がって余熱で栄養価が流れるのを防げるんだって。丸4、葉を下にして茎の方から下に向かい、葉から水が垂れないくらいまで少しずつ水気を絞ります。食べやすい大きさに切って、だしつゆと鰹節をかけます。よーし、出来上がり。もっくん、それじゃあいただきます。ほうれん草ってこんなに美味しいの？すっごい甘い。茹でただけなのにびっくりだよ。ほうれん草やるな。よし、他にもほうれん草メニュー探しちゃうぞ。ほうれん草と牡蠣のバタポン炒め。ほうれん草とバターって合うよね。そして牡蠣、もうお口の中がジュワーってしてくる。ほうれん草のごまあえサンド。ごまあえとゆで卵のコラボ。定番のごまあえをサンドにするのって斬新。これなら野菜ももりもり食べれちゃうね。ダイエー公式チャンネル。僕、ほうれん草の美味しさに目覚めちゃったよ。シンプルだからこそ、ほうれん草そのものの美味しさが引き立つんだね。みんなもぜひほうれん草もりもり食べてね。それじゃあ、まったねー。動画を見てくれてありがとう。ダイエーには無料冊子、台所が置いてあるよ。店内でぜひゲットしてみてね。みんな、お買い物はダイエーで。それじゃあ、また見てねー。